はい、こちらね、大涌谷の駅です。早雲山の方からロープウェイ降りたらここ出てきて、で次向こうね、桃源台に行く乗り換えなんですけれども、時間ある場合はね、一旦再集合して、再集合の時間を決めて解散となります。でこの左側に売店、奥にトイレがあります。で2階に、レストラン、レストランは10時半からオープンということですね。で最終号の場所は今回は人少ないし、他に団体もいないのでね、中にしましたけれども、混んでる場合は外にした方がいいと思いますね。ちょっと外出てみましょうか。外出たらそこに看板があるので、そこで写真撮ってあげて解散といった感じでしょうかね。場所はたくさんあるんでね。で、この奥に、箱根ジオパークっていう有料施設、100円、であと黒卵が買える黒卵館、奥にも売店がねあります。でこっちに観光バスの駐車場で、向こう降りてったら桃源台ね。向こうをちょっと見てみましょうか。これ今乗ってきたねロープウェイですね。早雲山の方から今乗ってきて大涌谷で乗り換えて、桃源台の方に降りていくといった感じです。はい、イメージできましたでしょうか。はい、ロープウェイ乗り場からねずっと下ってきまして、ここがね黒卵館ですね。でその奥にね、黒卵のモニュメント、大涌谷って書いてある、黒卵のモニュメントと一緒に富士山が写真を収められるっていうスポットがあるんですけれども、今日ちょっとね富士山は頭をね雲の上に隠しております。ここもね人気の写真スポットです。でここがマイカーの駐車場、人がだいぶ増えてきました。で奥にねレストハウスが2軒かなありまして、で奥が自然研究路なんですけど、今はね立ち入り制限されていて、1日4回ぐらいですかね、なんか引率入場っていうのを事前予約でやっているそうで、まあ、ヘルメットかぶって引率者と一緒に歩くっていうガイドツアーみたいなのをやってるみたいで、500円かな有料で、それ以外の方はね入ることができません。この上ね自然研究路があるんですけど、ここになんか引率入場集合場所って書いてますけど、あんな感じでなんかヘルメットかぶってね行くそうです。でここに延命地蔵、お地蔵さん、神仙の湯っていうね手を清める泉があって、でこっちが自然研究所の入り口。今は一般の人は入れないということです。はい、こちらがね、大涌谷でした。